上段受けいきます。よい、上段受けも手だけでやるのは限界があるので、しっかり足のバネを使って跳ね上げる。足からブンと跳ね上げる、ね、突きも受けも全部使い方は似ているので、一緒なので足のバネを利用してやるのを意識してやってみてください。で、リラックスすること、リラックスして最後に、最後の瞬間相手の突きを跳ね飛ばすぐらい意識してお願いします。 OK、 おい。で、デュエル中段受けは、中段受けも横にで跳ねるところもあると思うんですけれども、回して最後に引き込む、この 円運動で回して引き込む、その中段受けをしてください。最後脇をグッと締める感じ、最後に自分の近くに引き込んでくる、パッと横に払うんじゃなくて